そうだろ、二人とも好きじゃないけど知らせてやらなきゃ。細かいのある？参ったよ。はい。僕だけど。ジョン？そう、なんか変わったことはなかった？何もないわ、いつもの通りよ。あなたはどう？どうもしないよ。今どこなの？帰りが遅いで心配してたのよ。早く帰ってきて一緒にお食事しましょう。今日はビーフシチューよ。おかしいよ、嫌に優しいの。ジョン？今どこ？あの犬、さっきから何を吠えてるんだ。おい、うるさいぞ。黙らないか、この野良犬め。犬が吠えてるよ。あんなバカな犬は捨てろって言ったろ。ジョン、心配させないで早く帰ってきて。様子が変だ。何かあったの？何もないよ、聞こえてる。本当？何もない？なんていう犬だ？マックス。おかしいな、ウルフィどうしたの？ひどく吠えてるけど病気なの？ウルフィは元気で走り回ってるわ。今どこ？二人とも殺された。ちょっと待ってくれない？そうするとあいつは自分が触ったものなら何にでも化けられるっていうの？接触して調べたものだったら何にでも。そうだろ、何にでも化けられるって言うけど、タバコの箱はどう？大きさがほぼ同じでないと無理だ。それじゃあ爆弾に化けて僕を殺しゃいいのに。複雑な化合物とか動く部品のある機械に自分を変えることはあいつにもできない。原始的な武器には変われるが。というと？例えばナイフや剣だ。